Hey, you guys. こんにちは。クリスです。今日のね、ポッドキャスト、聞き流し系を聞いてくれて本当にありがとうございます。ちなみにね、あの、YouTube でこれ見ている方はですね、えっ、ー、と、ポッドキャストでね、Spotify、Google、Apple でも聞くことができますので、もしよかったらぜひそこからチェックアウトしてみてください。Alright. でね、えっ、ー、と、今日皆さんにお話しさせていただきたいことはですね、やっぱりその幸せになるための一つの条件、 っていうこ,と、ね、この大切な大切なポイントについて皆さんとお話しできればなって思っておりますで。どういうことなのかっていうとちょっとね今朝僕,あの僕があのファンになっているライフコーチの先生がいらっしゃるんですよ。 ね、彼女の名前は Rachel Hollis って言ってね、海外で結構有名で、Grow Wash Your Face とかね、あの、結構有名な本をね、アメリカで書いていって、もう本当にあの、ちょっとね、本当に有名になりすぎたみたいな感じでスポットライトにあって、アメリカにね、ターゲットっていうお店があるんですよ。これチェーン、ウォールマートみたいな感じでね、チェーンのお店があるんですよ。ね、で、そこでもう本当に彼女のジャーナルとか本とかが結構押してあって、もう本当にね、あの、有名になって、 あの何ていうのかなもう本当にスポットライトに立ったライフコーチの方がいらっしゃるんですよねで僕ちょうど今朝彼女のあのー、ポッドキャストを聞いててでひょっとしたら僕彼女 ADHD かなと思って検索したんですよ僕 ADHD なんですよねでやっぱりそのどうやって ADHD の人がこんな大きいなんかプロジェクトをいっぱい回せるようになれるんだろうって思って検索してたんですよね。でそしたらなんとウェブサイトなんかあれウェブサイトがあってブログみたいなのがあって、そしたらレイチャルハリスのことをのアドバイスを聞いたら死にそうになったみたいなうわーみたいな怖みたいな記事が上がってきたんですよ。なんだろうこれって思ってで直感的に僕はあこれはネガティブな あの記事だなーって感じたんですよね。でもちょっと気になってたので、あのブルーと散歩してた時、ワンちゃん、あのー、と散歩してた時にですね、ちょっとそれをあの記事を読んだんですよね。でそしたら、もうこの記事は、この記事もなんか別のライフコーチが書いているような感じなんですけれども、 ね、なんか最初彼女,の彼女に本当に憧れていろいろ本を買って勉強していたんだけどちょっと彼女の、ね、このレイチェルさんが言ってることに違和感を感じてきたのっていう女性のねナイフコーチみたいな人が書いていたわけなんですよでどういうことかっていうとレイチェルさんはねなんか有名になってお金があるから高級ハンドバッグを買ったのと、ね、でそれは女性としてはねすごく良くないと思う。 もう一つ書いてあったのはレイチェルさんはハワイに何かあの別荘みたいなの持ってるって、ね、で特にそれは女性にしては良くないと思うみたいな感じで、ね、結構彼女のなんか彼女のお金の使い方とかをなんかバッシングしていて彼女は本当のライフコーチではないみたいなことを書いてあったんですよね,ねで僕はねこれあのちょっとこういうのをいや読んでなんかあの まあ今日のねテーマがねあの幸せになるための条件っていうことをね考えることができたんですよねでどういうことかっていうとね現実的に考えていくとさ幸せになるためには必ず一つの条件っていうのがあると思うんですよねでそれは、ね、幸せイコール 私は大丈夫。ね。幸せイコールうまくいっている。幸せイコール私は悪くない。私は悪い人じゃない。幸せイコール私はありのままの自分として自分の価値を知っている。本当の自分の価値を知っている。ありのままの自分は素晴らしい。 っていうのが幸せイコールだと思うんですよね,ねだから例えば私は幸せなんだけど私はダメな人なんですっていうのはの幸せイコール私はダメな人っていうのはおかしいわけよ。ね、幸せっていうのは私は大丈夫って。 私には問題がない。もちろんね、ねこれは成長しないっていうことは別です。それを置いときましょう、ね。私は完璧だからもう何も買わなく,買えなくていいの。俺はもう完璧なんだ。ねそう,そうやると、もう魂の成長が止まっちゃいますよね。だからそれがポイントじゃないんだけど、ね私はもちろん成長していく。もちろんミスをするけど、ねで私がミスをしているところは直していく。 僕がミスったりとか人を傷つけたりとか自分で自分のダメにしてるところはもちろん直していくけど本当の自分としては私には問題がないんだってそのその生き方そのレベルそのオクターブで生きていくっていうのが幸せだと思うんですよね逆に低いオクターブはね私はダメなんだ悪いことが起こるんだもっと大変なことになるんだってねそうなっちゃうわけなんですよそうだと思いませんか ね、幸せになりたいんだったら私は大丈夫っていうのが条件ですよね。それが本当に幸せの一つの条件だと思うんですよ。で、ここでね、大切になってくるのはね、人のせいにしないっていうことだと思うんですよね。ね、it's too often I see まだ,まだまだまだ社会には人のせいにしている人たちが まだまだいっぱいいらっしゃると思うんですよね。まだいるわけよ。で、もう一つ大切なのは、パーフェクトな人はいないよっていうことなんですよね。ねこれちょっとなんか EQ と IQ みたいな感じで説明すると、ね、アウターとインナーみたいな感じなんですよね。 だから人間っていうのは魂としてね、もう完璧だと僕は本当に思うんですよ。本当に。ね。でも、アウターとしてまだ成長するところはあるからミスをする。ね。例えば人を傷つけたりとか、ね。なんか自分で、なんかミスったりとか、ね。自分で自分をダメだと思ったりとか、ね。その、なんていうのかな、人を痛めたりとか、ひどいことを言ったりとか、ね。でも、その人の魂の存在としてはもう奇跡の 愛の存在なんですよねで残りはその人が学ぶだけなんですよ。で、学ぶっていうのは、その人のペースで学ぶね。ね例えば、クリス、私、僕の学びのスピードと、ね、誰か別のあなたの学びのスピードって違うわけなんですよ。 ね、だから僕が学んでいる課題っていうのはあなたが学んでいる課題とは違うかもしれないんですよね。おそらく違うと思うんですよ。ね、でみんなこの成長するっていうのをなんかいろいろその人生を通して学んでいると思うんですよね。そうだと思いませんかなんか辛いことがあって、その辛いこととどう向き合うのか、ね。その辛いチャレンジがあって、このチャレンジがあるから人生がダメなのか。 で思うかチャレンジがあってそのチャレンジを通して自分を成長していく自分を磨いていくねその仕事に一生懸命っていうねが勉強一生懸命みたいなそのような形で問題に一生懸命本音で向き合っていくね問題があるから本当の自分が分かっていく本音が分かっていく問題があるから本当の自分としてね その問題と向き合っていくっていうのが、この道だと、人生の幸せの道だと僕は本当に思うんですよね。で、その、ポイントは自分もパーフェクトじゃないわけなんですよ。ね、I'm not perfect.And probably you're not perfect, you perfect either.You have areas to work on.I know I do. ね、あなたは僕はパーフェクトじゃない。僕はもう、いっぱいいっぱいい。 その成長できる自分を磨いて、ね、レベルアップしないといけないって感じているところはいっぱいあります。で、おそらく、ね、あなたも、あの、ね、なんか成長できるポイントとかいっぱいあると思うんですよ。それ、それが普通ですよね。ね、普通ですよね。ね、だから、その、なんていうのかな、この社会、この地球、ね、この人類にはパーフェクトな人って正直言って、 僕はパーフェクトな人と出会ったことがないんですよ。アウターで。もちろん、パーフェクトに近い人はいっぱいいるよ。ね。でも、完璧な人っていうのは僕は会ったことがないんですよ、ね。僕が尊敬しているメンターとか、ね、そういう、ね、人たちでも、ね、やっぱり、その、なんていうのかな。 まだ、まだ成長できる部分っていうのは見れるわけなんですよね。それ悪いことじゃないんですよ。全然悪いことじゃないんですよ。ね、逆にそういうのがあるから、そういうワークがあるから人生をね、なんかうまくやっていける。そういうプラブムそういう問題、そういう成長できる場所があるから、そこにフォーカスして自分の、ね、レベルアップしていけるっていう、それだけだと思うんですよね,ね。で、ここでその幸せの条件っていうところに戻るんですけれども、 ね、幸せの条件っていうのは、ね、インナー、インナー魂っていうか、インナーハート、ハートのレベルでは僕たちには問題ないわけなんですよ。でも、アウターのレベルでは、まだまだ自分の成長ができるところがあるわけなんですよね。例えば、人との接し方とか、時間の使い方とか、ね、その運動とか、なんかね、いろいろあるわけなんですよ。ね、パーフェクトじゃないところが。ね、で、ここで、本当に、 自分の成長をスピードアップしてくれるのは、ね、人のせいにする。ね、あの人はパーフェクトじゃない、あの人は悪いんだっていう考え方を、ね、外していくことだと思うんですよね。考え方を外す。もう、簡単に説明すると、ね、なんか、 僕はあのフライトプログラムっていうクリスの塾をやっていてそのアノロジーそのイメージとしてフライトっていうのはすごい分かりやすいと思うんですよねどういうことかっていうとその低いところからスタートするんだけど自分の翼を広げていってフライト飛んでいくわけなんですよね上のところに行くわけなんですよで最初は自分の努力とかで翼をねパタ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 であってねもっと高いねところに風が流れているところにね飛んでいくわけなんですよ高い場所にでもある程度行くと ね、自分の努力だけだったら高いところに行けないわけなんですよ空の上って。ねどうやって行くのっていうと、ね、鳥とかイーグルとかホークとかを見ると、ね、翼を広げて風をキャッチしているわけなんですよね。でその風とうまく向き合うことによって距離を取りながら、ね、するとその風のエネルギーを使ってタカとかイーグル鳥は 自分のレベルを上げていくわけなんですよね。高さを調節、調整できるわけなんですよ。上がっていくっていうのができることなんですよね。で、僕はイメージとして、この自分をリフトしてくれるのが風。風っていうのは、僕は問題だと思います。問題も風の中に入っている時もあると思います。よく。ね。だから風、問題が現れて、その問題、その風とどう向き合うのかによって、 ね、それが自分の翼を調整するみたいな感じで。で、そのちゃんと本音として向き合うこと、自然のありのままの自分で、本当にこれが本当に正しいやり方だって思う形で向き合うと、そのレベル、次のレベルに行けると思うんですよね。で、この時に大切になるのが、重りなんですよね,ね。で、重りっていうのは考え方。ね。で、よくあるのは、ね、これ、本当にすべて、 全てかもしれないぐらいよくあるのは、ね、ネガティブな考え方を持っていると、どうしても自分のレベルアップができないわけなんですよ。ね、このフライトのイメージ、アナロジーって英語で言うのね、アナロジー英語で言うのね、なんかイメージのような話で。ね、フライトみたいな鳥がね、風に向かって飛んでいくっていう時に、ね、重りを持っていると、その、 例えばその飛んでいく鳥に鎖がついていてでその鎖がなんかチェーンみたいになっていてそのチェーンの下になんかボーリングのボールみたいなでっかい重りがついてるわけなんですよ。でそしたらどんなに風を力を使っても、ね、それ重り持ってるから上がっていくことができないわけなんですよね。なのでこの重りを自分でもうこれをいらないよねって。ね。で外していってもう置いとく。持ってかない。 ね、外していく「バイバイ」って言ってなんかスーツケース見てこの重いスーツケースもいらないやって言ってこのスーツケースを下ろして「うわこの重い重りがなくなった軽くなった」って言って上がっていけるわけなんですよねでこの高いところに飛んでいく上がっていくレベルアップしていくっていうのはどこにを目指しているのかっていうと幸せな場所なんですよねで幸せイコール私は悪くなかったんだ私は大丈夫なんだうまくいくんだうまくいっているんだね必要なものは与えられているんだ でそのレベルの人生への信頼性。ユニバースへの信頼性。ね。アインシュタインが言ったユニバースはフレンドリーなのか、アンフレンドリーなのか。ユニバースはフレンドリーなんだ。大丈夫なんだ。手放してもいいんだ。信頼していいんだ。イコール幸せだと思うんですよね。ね。で、その幸せイコール 私は大丈夫って言ったら幸せイコール他の人も大丈夫なんですよね。ね。私は幸せ、私は大丈夫イコール他の人も大丈夫なんですよ。これがこのポッドキャストのメインのポイントにしたいんですよね。ね。で、これをミスると ねえ、なんかでっかい重いスーツケース持ってるみたいだから、どうしても、なんか自分がのろくなる、成長がのろくなるわけなんですよ。これを手放さないといけない。ねえ、だからフライト飛んでいくみたいな感じで、重い重いスーツケース持ちながら飛ぼうとして、もう無理なんですよ。もう手放さないといけないんですよ。それが条件なんですよ。高いところに飛んでいく、レベルアップしたいんだったら、ね、あの人はダメなんだって思ってその考えを、 手放さないと上に入れない、上に行けないっていう条件なんですよ。ね、僕が16歳ぐらいの、15歳ぐらいの時かなあの、僕のね、メンターのラムダスっていうね、ラムダスっていう方がいらっしゃるんですよ。 彼はねあのハーバードのね PhD であのハーバードで教えていた先生なんですけれども、まあ、ちょっと LSD っていうのをね60年代のヒッピーの時代の時にちょっと試してみてなんかすごいそのなんていうのかねスピリチュアルなあのスピリチュアルな経験をしたんですよねでちょっとこのねいやそのなんていうのかな1960年代の、ね、戦後のアメリカの時代でお金持ちになろうもっと働こうみたいなこの生き方よりもっと深いのあるんじゃないって思ってでハーバードを辞めて インドに行ってで、あの、すごいなんか、そこでインドで、なんかいろんなスピリチュアルな先生たちとか出会って、ね、いろいろ勉強したんですよ。瞑想いっぱいあって。で、アメリカに戻ってきて、Be Here Now っていう、ね、本を書いたんですよね。ちなみに Be Here Now っていうのは、ここにいようって。Be っていうのは、Do の反対です。Be。ありのままの自分で、今、ここにいようっていう意味なんですよね。Be Here Now。 で、なんかそこにね、あの、ちょっと書いてあった文章を思い出したんですけども、その、in order to enter the kingdom of heaven, in order to enter the kingdom, you have to be like a child. ね、この、その、 ヘブン、キングダム。キングダムってね、よくあのね、言われるんだけど、この幸せのね、世界っていうのは、キングダムってね、そのヘブンとか天国とかね、天国に入るためには、子供の、子供のような感じにならないと入れないよってえ。どういうことかっていうと、それはね、みんな大丈夫、みんな本当はいい人なんだよって。その考えを持ってないと入れないわけなんですよ、天国には。ね、だから、 簡単に説明すると、あ、これ、面白いな、ね。簡単に説明すると、あの人ダメだよね。あの人なんか、ね、なんか、ライフコーチーになりたいんだけど、こういうのやってて、こういうお金の使い方やって、あれはダメだよとか。ね。それっていうのは、地獄的な考え方なんですよね。ね。だから、その考え方って、リアルに天国にないわけなんですよ。ね。だから、もし、ね、私たちは天国に行ったら、あの人ダメだよねっていうのはないわけなんですよ。 ね、あの人ダメなんだよねっていうのは、ね、これちょっとあの簡単な、すっごい簡単なんだけど、僕たちってクリエイターじゃん、ね。自分の人生をクリエイトすることができるじゃん。例えば朝起きて今日ジョギングしたいなと思ったら、ね、それクリエイトすることできるわけなんですよ。よし、ヘルシーになりたいな、2022年、ヘルシーに生きていこうとか、やりたいことをもっとやっていこうとか、ね、なんかねあの、なんかもっと優しくして生きていこうって、それを選んだら僕たちはそれをクリエイト作ることができるんですよね。ね だから僕たちは本当にそのクリエイトするパワーがあると思うんですよ。だから地獄を作ることもできるし、天国を作ることもできると思うんですよね。で、地獄の条件っていうのは、地獄イコール私はダメなんだ。私は幸せになれない。私は問題があるんだ。私はダメな人間なんだ。 私は許されないんだ。私はいつも努力を続けないといけない。でも僕は努力が苦手で私は努力ができないんだ。逆に努力をやって何かやらないといけないことが終わらせても、まだやらないといけないことが残っているんだ。私はもう永遠にこれから抜け出すことができないんだ。他の人が怖いんだとか。ね、それが地獄イコールなんですよね。地獄イコール私は幸せじゃない。幸せになれないんだ。 ね、で天国イコール、ね、私は大丈夫なんだ幸せっていうのは本当なんだやったっていう感じなんですよ、ね、だから、ね、ちょっとちょっとコーヒーコーヒー飲むねちょっとうん、うん、すいません聞いてる方には失礼しましたちょっとごくごくごくってコーヒー飲んだんだけどね,ねだからね この天国の考え方、ハートの考え方っていうのは、私はまだまだ成長して、ね、学べ、学べるところがある。まだまだ私はもっと自分を改善できるところがいっぱいある。けど、心の私っていうのは問題ない。ハートの本当の私っていうのは問題ない。で、あなたがそうだったら、他の人もそうなんですよね。他の人も同じなんですよ。で、ここで、 他の人はダメなんだっていうのをクリエイトするわけなんですよね。作っちゃうわけなんですよ、これを。あの人ダメなんだっていうと、あの人はまだまだダメだよって。それを作っちゃうと、あなたもまだまだダメなんだっていうのがイコールになっちゃうんですよね。わかるかなこれすっごい大切なんだよね。 だから、あいつダメだよねって言ったら、私もダメだよねっていうのが同じことが起こるわけなんですよ。鏡の法則みたいな感じで。ね。でも、私は大丈夫って、そしたらあの人も大丈夫、あの人も大丈夫、私も大丈夫ってなるわけなんですよ。鏡の法則で。わかるかなわかるよね。ね。だから、この地獄をね、この地球の中で作っていくのかっていうのも選べられるし、天国っていうか幸せ、ね。その信頼できるっていうのを、 作っていくこともできるわけなんですよ。で、この天国を作っていくっていう中の条件は幸せ。で、幸せの条件は、ね。私は大丈夫っていうこと。で、もしあなたが本当の幸せを手に入れたいんだったら、その幸せの条件が他の人にも当たっているような。 その世界を作らないといけないわけなんですよね。わかるかなねだからフライトみたいな感じで鳥のイメージで上に飛んでいくときに重いスーツケースを持っててその中に恐怖があってあの人はダメなんだ悪いことが起こるんだっていうのを思っていると上に上がっていくことができないわけなんですよ。ねだからそれをどうしてもその荷物を置いとかないといけない低い場所に。え、ね、バイバイって言って。で、ちなみになんでその ね、スーツケース、重い重い、あの人ダメなんだ、私はダメなんだっていう、そういう重い重い重りをみんな抱えているのか。なんでみんなそれを持って生きているのなんでテレビつけると、ね、例えば LINE のニュースとか Yahoo! ニュース行くと、なんで、ね、毎日何万人の人、ひょっとしたら何十万人の人たちが LINE とか Yahoo! ニュースのニュースの あの、エンタメとかを見て、で、このじ、この芸能人はダメなんだっていうバッシングするようなニュースを毎日毎朝見るの。なんで、そういう、ね。 エンタメ系のあのあいつはダメなんだこの,じこの芸能人は悪いんだこんな大変な悪いことをやったんだ不倫したんだダメなんだみたいなのをそれを毎日プロとしてそれを変えて生きている人たちがいるのなんで学校に行くとね子供の時 学校に行った何で先生は「おいお前ちょっともっと点数取らないと点数上げないと駄目なんだよ」って。なんで親は自分の子供たちに「あんた本当にいい点数取らないといい大学に入らないと駄目なんだよ」って。なんで何万人ひょっとしたら何十万人のね20代の子たちが学校で転職を目指していて。 でいい転職に入れなかったら私はダメな人間になるんだって恐れて毎日生きているの。なんで何十万人の高校生たちが受験のために恐ろしく恐怖を感じながらちゃんといい大学に入らなかったら悪いことが起こるって思って生きているのなんでみんなその思いを抱えて生きているの なんでそれを手放さないのなんでその重いスーツケースの重りっていうのを手放して私は大丈夫っていう世界それを選ばないの選べるのになんででその選びをしない限り上に上がっていくことはできないそういう条件なんですよ。 私は本当に思いますそう思いいまますそうせんか天国に行って、ね、幸せな世界に行ってやっぱ俺ダメなんだよねもっとちゃんと勉強しないと、ね、い,い,いい小学校に入らないと、ね、いい中学校に入らないといい高校に入らないといい大学に入らないといい診職できないと、ね、この会社の中で成功しないとちゃんと結婚しないといい子供を、ねね、産んでいい子供いいいい子供にさせないとなんでポーズして。 be をしないのなんでいつもドゥドゥドゥでなんで B をしないのなんで信頼しないのもし人生を信頼しないんだったらどうやって人生を信頼できるようになるのどうやって人生を信頼できるようになるの信頼しなかったら。 いつもこの恐怖、なんか悪いことが起こる、もっと努力しないといけない、ちゃんとやらないといけない、人の前で、〇〇さんがこう思ってるから私はこうしないといけない。ね、会社でこういうふうに思えられない,思い、みんなからこういうふうに思ってもらいたくないからって。なんでそうやって恐怖の中で生きてるのそろそろやめようよ、2022年。どうやってやめるの幸せになるためのたった一つの条件。 私は大丈夫。あなたは大丈夫。本当は大丈夫。そして周りの人、相手、他の人たちも大丈夫。いいところを見ていく。みんなチャレンジしている。みんな学んでいる。みんな学びのスピードっていうのがあって。 ね、中には人生の学校、ね、PhD 博士レベルの人たちもいるし、ね、人生の学校のまだ中学生の人たちもいる。みんな学んでるから、それを止めることができない。この学んで生きていくのか、生きていかないのか、それはその人の自分で気づいていくこと。じゃあ私たちはどうや、どうすればいいの どうやって社会、この世界を応援することができるのこの今変化,をか、ね、変化がある世界の中で。見守ってあげることだと思うよ、僕は。心の中で大丈夫だよっていう、そのフリクエンシー、その周波数、そのバイブレーション、その真実に自分をチューニングして、別にそれを人に言わなくてもいい。こうしなさい、ああしなさい、あなた来れないとダメだよって。その人も大丈夫になるんだって。 あなたが大丈夫のように。それが今日のメッセージだと思います。ね、これなんか無敵的な考え方だよねこういう考えをハートの、ね、中に置いとくと周りの人が何か怒ってたり周りの人からき厳しいことが言われても、ね、大丈夫っていう形でそのバイブレーションその姿勢をキープすることができるその真実と。 でもあなた自身で何が本当なのかっていうのを試さないといけないんだよね。恐怖の世界を、ね、この私ダメなんだ、この地獄の世界を作っていくっていうのが、それを信じたいんだったら、それはあなたの自由です。ね、この天国、幸せな世界っていうのを生きたいんだったら、条件として、私は大丈夫っていうのが条件にならないと天国っていうのはない。ね、もしこれが本当だったら天国っていうのはありません。 だから、どっちを選んでいくんだろう。人のせいにしない。人のせいにしない。人を許してあげる。自分でできるところを頑張る。自分で何が必要なのかっていうのを知ること。パーフェクトな人はいないから、人の悪口はしなくていい人様の。 自分もパーフェクトじゃないから。楽な道じゃないよな。 Alright, thank you so much for checking out this podcast. このポッドキャストを聞いてくれてありがとうございました。でね、ちょっとね、タイミング的にこのね、えっ、ー、と、ポッドキャストがいつリリースされるのかはわからないんですけれども、もしね、えっ、ー、と、これがね、あの、12月中にね、2021年の11月中12、12月中にリリースされたらですね、僕、あの、 フライトプログラム、このね、飛んでいくっていうワークをみんなと一緒にやっているクリスの塾っていうのがあるんだけど、毎月そこでレッスンをあの皆さんとシェアさせていただいているんですよあの。ちなみにね、あの12月のレッスンはね、ネガティブな人とうまく付き合うコツっていうのをやりました。本当にね、これあのやってですね、 あのー、素晴らしいフィードバックもいただいて、中には本当に僕も個人もね、私も含めて人生が大きく変わりましたので、もし興味がありましたら、フライトプログラムからね、あのクリス・モンセンの YouTube のどっかからね、クリス・モンセン .com とかに行くとね、フライトプログラムの、あの、あのー、入る方法がありますで。そこで無料でね、30日間トライアルすることができます。税込み、えっ、ー、と、1000円で毎月やっておりますので、もし興味がある方はね、あーのー、ぜひ、 あの参加ししていいただければ嬉しいですそこにはね瞑想の14日の瞑想のトレーニングコースとか2時間ぐらいのマインドトレーニングのコースがあったりとかであの毎月のレッスンがね見えますので30日間無料で体験していただいて本当に名前とかねイメールを登録してクレジットカードにはチャージが最初の30日間はあのーね、引,き引き落としがチャージがないんですよねでその30日が経ったら、あのーね、最初にチャージが1000円がチャージされるんですけどもその間はいつね いつも無料体験みたいな感じで、本当に簡単に自分でボタン一つでやめることもできますので、もし自分と今ちょっとタイミング合わないなって言ったらやめることもできるんですよね。本当にあのいい人たちがいっぱいいるんで、マジ本当に、あのー、結構ね、あの楽しい回みたいなのをやっているので、ぜひね、興味があったら入っていただければ嬉しいです。ちなみにね、あの1月20 2022年の1月は、あの10分の法則。 30日間チャレンジっていうのをやっているんですよね。だからまあね、本当にこれ、あの、ね、その2022年の1月の後でもね、あの、中入ってチャレンジを受けることができますのであのすごい僕楽しみにしてるんですよ。10分の法則っていうのはなんか自分が学びたいこととか、習慣にしたいことを一つ決めてですね、毎日30日間、週末とか休みなしで、毎日10分やっていくっていうのをみんなと一緒にやるんですよね。 すると本当にそのやる気が出ないんだけどやらないといけない。で、何を学べるのかっていうと、やりたくないんだけどできるようになるんですよね。 でこのスキルが本当に身につくと、今度自分のマインドセット、自分のセルフイメージが変わってきて、前は私はできないんだと思ってたり、ね、無理と思ってて、私は怠け者とか思ってる、多 <laughs> 分じゃないんだけど、これをやると、本当に私って実はできる人じゃんみたいな感じで、やりたくないことが、ね、やる気なしでできるようになったり、そういう形のね、すごい自分のね、あのレベルアップ、成長につなげてくれる、あのお宝になるようなね、大切な体験になりますので、もしね、これが12月 中とかにリリースされてましたらねあの、興味があったら一緒にやっていきましょう。Alright, guys, thank you so much.And このね、ビデオ今 YouTube で流しているんですけど、ポッドキャスト Spotify、Google ポッドキャスト Apple ポッドキャストあと Amazon でも聞けるのかなおそらく Amazon でも聞けると思うんだけど、うん。だから興味があったらね、ポッドキャストをチェックアウトしていただければと思います。Alright, so. I hope you had a wonderful 2021. 本当にいい2021年だったら嬉しいなって思っております。ね、本当に2020年2年が最高になるように。今回いつも思うのはね最高にしていこうよ。それを選んでいこうよ。それを作っていこうよ。クリエイトしていこうよ。は、ね、い、right, guys。I love you guys so much.And I'll see you next time. じゃあね